初めて来ました、このここの琵琶湖は。今日は小西レイ写真集の撮影です。嬉しいです、地元で撮影できるの。行ってきます。毎年あんちゃんとお父さんと琵琶湖に泳ぎに行ってました。本当に学生時代に、去年なんですけど
戻ったみたいに、お兄ちゃんたちと遊んでたのを思い出しました。怖かったりしてます。れいちゃんの質問コーナー、私が一問一答答えます。思います。しっかりしてますね。当たってないです。趣味は、服を買いに行くことです。特技はバスケットボールです。甘いものを食べる。可愛がってください。可愛い。自然がいっぱい。山がいっぱい。琵琶湖の景色が来て、来る前は何とも思ってなくても、来たら絶対好きになる。私がいる。お姉ちゃんです。リス選べないです。犬をヨークシャテリア飼ってます。誰にでも懐く人懐っこいワンちゃんです。お菓子、チョコレート、家族旅行、ボディクリームで全身マッサージ。優しい人です。されたい。いっぱい表紙を飾る。キャリアウーマン。いっぱいみんなでご飯に行きたいです。部屋、自分の部屋ではすごいズボラな一面があるんで、なんか A 型の説明書みたいなんで、自分の部屋は汚いけど綺麗好きっていうのをよく見るんで A 型だと思います。しっかりしてないと思います。その外面だけ。なんかおとなしい雰囲気からそういう印象があるんですか。でも嬉しいです。大人な女性に憧れるんで嬉しいです。中学3年間やってました。チーム内で一番ディフェンスは上手いって言われてました。オフェンスは下手なんですけど、可愛がられると懐きます。渋谷凪沙さんがいつも会ったら、れいちゃんってすごい抱きついてくれするんで、そういうのが嬉しいです。近づかなくなります。お姉ちゃんがやってたことは全部真似してやってきたんで、水泳も姉ちゃんで、ピアノもちょっとだけお姉ちゃんがやってたからやってて、アイドルになったのもお姉ちゃんだったので、すごい今もお姉ちゃんみたいな大人な女性になりたいなと思ってるので、はい、もう私の人生の影響を受けてる。これはメンバーからめっちゃ言われるんですけど、小動物に似てるって言われて、なんかちょこちょこしてるとことかが似てるって言われます。なんか食べ物が食べてる時とか、口にめっちゃ詰めちゃうんで、そういうところ似てるって言われます。私はマロンって呼んでて、お父さんとお姉ちゃんはプリン三世って呼んでます。すごいいっぱいワンちゃん飼ってたんですけど、三代目っていうことでプリン三世って呼ばれてます。私だけマロンって呼んでます。プリン三世っていう、飼った時に絶対マロンがいいって言ってたんですけど、その変な名前になったんで、私だけ意地を張ってマロンって呼んでます。お母さんが
スイスに行ってみたいって言ってたんで、スイスに行きたいです。綺麗って言ってました。あ、ハイジ、アルプスいや、行ってみたいです。すごい、あの、ハラッパ駆け回りたいです。イタリアン。で、話して帰り際にちょっとシーンってなったくらいの時に、でバイバイっていう時に呼び止めて告白されたいです。そうですね、付き合ってって普通にストレートに言ってほしいです。お願いします5回、3回10回。なんか大人な女性に憧れるので、その仕事に生きがいを持ってる女性みたいな、毎日忙しいけど楽しいっていう人生を歩みたいです。誰かに必要とされる仕事をしたいです。以上、れいちゃんの一問一答でした。私のことを分かってくれましたか？バイバーイ。
でんぐり返りします。嘘です。嘘です。今日は40度超えです。体感？はい、体感、体感です。熱中症対策マスクマスクはプラスさだね、あれはでもその焼きがなくなったらマイナス20ぐらいちゃう。塩分チャージ。せーの、いい、なんだこれめちゃくちゃ明るいじゃない、これかわいい。どんどん回ってて顔のね、かぶりも感じてこれ。ありがとう。レモンです。オッケー。
そしておじさんと経営。
はい、お疲れ様です。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 雨予報だったんですが、晴れました。 100% もうこれから晴れ女を名乗りたいと思います。
飛び出して、そう。待って待って。もう一回一回出して。
じゃあ、もう一回顔を。顔ね。あ、もう一回出してみて。はい、いきますよ。せーの。でも、目つぶってきてから、願いを叶えます。です。いただきます。落ちそう。おいしい。落ちやからな。以上、上西レイファースト写真集ガイドムービーでした。皆さんどうでしたか？たくさん私の写真集ゲットして見つけレイちゃんしてください。バイバーイ。